でないなこれ。皆さんこんばんは。ギョーチャンネルのお時間です。ギョーチャンネルのお時間です。ギョーチャンネルのお時間です。イエーイ。ありがとうございます。スタジオのね前に来てくださってる皆さんも、そして、ユーストリームや YouTube でご覧の皆さん、そして、放送を聞いてくださってる皆さん、今夜もやってまいりました。2015年3月27日金曜日6時半から7時、ドリームキングダムギョーバースカのギョーチャンネルスイートミュージックのお時間です。早速、私、ギョーバースカの自己紹介いきたいと思います。本日も、あ、違かった。ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。皆さん、こんばんは。ギョーバースカです。刑事の刑に部活の部、アスカ時代のアスカと書いて、ギョーブアスカと申します。皆さんから、ギョーちゃんと呼ばれています。本日もやってまいりました。町田の申し子、小籠包マスター、6人兄弟の4番目、シンガーソングライターのギョーバースカです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。普段はですね、都内のライブハウスで活動したり、毎月第4土曜日に定期ワンマンライブを行っています。今夜も川崎の風に乗せて、皆さんと暖かくてスイートな時間を過ごしていきたいと思います。それでは、ギョーチャンネルスタートです。ドリームキングダム、ギョーバースカのギョーチャンネル、スイートミュージック。この番組は、武蔵小杉駅から徒歩2分。武蔵小杉タワープレイスのサテライトスタジオより生放送でお送りしています。はい、改めましてこんばんは、ギョーバースカでございます。第18回ドリームキングダム、ギョーバースカのギョーチャンネルスイートミュージック、毎月第4金曜日6時半から7時は、私ギョーバースカがパーソナリティを務めさせていただいています。よろしくお願いします。ということで、本日の番組内容を簡単にご紹介いたします。この番組は30分番組です。まずはじめにギョーバースカのてんてこまい日記、そして曲、キラキラライブレポート、本日は3月13日に行われた渋谷 TK バーのライブの様子をレポートします。そして定期公演の見どころをお知らせしちゃう明日の隠し味、エンディング最後に曲となっています。ここで私から本日のお題を発表したいと思います。Facebook と Twitter にはですね、あらかじめお題を発表していましたが、今日のお題はですね、卒業。もうこのシーズンといえば、本当ね、この卒業という言葉を街の中でたくさん聞いたんじゃないかなと思うんですけれども、街をね見るとこう袴姿の、あ、卒業式帰りなんだなって思うようなね、大学生だったり専門学生さんだったり、いろんな方を見かけるんですけれども、私最近本当に家からあまりにも出なさすぎて、こう世の中の流れに全然ついていけてなくて、それで最近、ここ一週間ぐらいで、なんか卒業っていうワードが、今すごい旬なワードっていうことに急に気がついて、それで、あれ？卒業って今まさにシーズンじゃん。私すごい波に乗ってるみたいな、なんかよくわかんないこのブームを先取ってる感をすごい感じてたんですけど、さっき一個前の放送の八木美香さんの放送を聞いてて、あ、このシーズンは卒業シーズンですね、街は卒業シーズンですねっていう話をされてるの聞いて、あれ？私全然最先端行ってないと思って。すごいね、勘違いでした。すごい残念ということでね。まあそんなのはどうでもいいんですけれども、皆さんから、そのね、お題に関するコメントとかね、エピソードをいただければなと思います。まあそうだな、卒業っていう、あれだから、キーワードだから、まあ今年度卒業したいこととか、ね。もう皆さん社会人の方多いと思いますので、学生さんはね、少ないと思いますから、まあ学生時代の卒業のエピソードでもいいし、まあ今卒業したいと思っていることでもいいし、まあそんなエピソードをね、お寄せいただければと思います。
まだ Facebook や Twitter フォローされていない方は、Facebook、Twitter 上で、行部アスカで検索してみてください。刑事の刑に部活の部、アスカ時代のアスカ。もしくは、Twitter だったら、@asukgyobu で出てきます。それでは、早速このコーナー行ってみましょう。あ、間違えた。行部アスカの、てんてこまい日記。もうやだ、ほんとごめんなさい。もうてんてこまいですよ、もうすでに。まったくもうほんとに。今日のてんてこまい日記はですね、もうすでに今てんてこまいだったんですけど。あのですね、なんと今日ラジオに来る前にですね、お家で、あの髪の毛をセットするためにヘアアイロンをこう熱くしてコンセントに挿してたんですよ。そしたらあのね気づかなくてコテの上に思いっきり座っちゃったんですよ。でもう膝のところに大きな火傷ができてしまって、もうすごいなんだ痛くて、でも、あともう30分とかで出ないといけないと思って、どうしようと思って、とりあえず家では、保冷剤を持ってきて、保冷剤を当てて、タオル巻いてたんですよ。で、髪の毛ちゃんとセットして、準備して家を出てきたんですけど、もう家を出るときに、なんか包帯とかあれば、ちゃんとこう固定して来れるじゃないですか。で、包帯とか探してたんですけど、救急箱見ても全然見つからなくて、どうしようどうしようって思って、ずっとどうしようどうしようってしてたらですね、なんか、お父さんかお母さんか誰かの、なんかスパッツみたい、なんか白のスパッツみたい、なんかよくわかんないけど、何に使うかわかんない桃引きみたいなやつを見つけて、あれ包帯ないけど、これ結構いい長さなんじゃないかなと思って、足にこう固定して巻きつけてみたら、本当ジャストサイズでですね、今日は電車の中でもですね、足にこの桃引きを巻きつけてきたっていう、本当てんてこまいですよ。で、保冷剤はやっぱこう来る間に溶けちゃったので、先ほどね、コンビニで、氷を買ってビニール袋に入れて、今ね、まだ冷やしているんですけれども、本当ね、ちょっと油断するとこういうミスするからね、皆さんもぜひ気をつけてください。ということで、行部アスカのてんてこまい日記でした。ここで一曲聴いていただきたいと思います。行部アスカのミニアルバムからお母さん聴いてください。で、これがこうかな。始まるとき焦りましたが、無事にちゃんとできそうな予感です。ユーストリームご覧いただいている皆さん、そして YouTube を見てくださっている皆さん、そしてスタジオの前の皆さん、ありがとうございます。行部アスカです。裏行部アスカの行チャンネル、スイートミュージックのお時間がやってまいりました。話すことが、この洋服、なんと、おととい買ったばかりのワンピースです。で、ちょっと見えないかな？見えるかな？ほら、かわいいでしょ？ほら、かわいくないですか？これどうやって見るんだろう？コメントとか。コメント見たい。コメントってどうやって見るんだろう。お、出てきた。
痛い、ずれてきてるし。けどやっちゃいましたよ、本当に。参ったよ。さあ、ちょっと早めな感じに、あ、いい感じに来てるな、時間的には。本当に キラキラライブレポート、誰かやってくれてるかな。誰もやってくれなかったらどうしよう。お、ありがとうございます。お、洋服かわいいって書いてくれた誰かがコメントありがとう。あれだ、いつもありがとうございます。おー、面白いプレゼントだけど大好きだよ。どんどん下がってきちゃうな。やけどがね、ちょっと大変ですよ。てか5分間って意外と長いね。曲にいつも私はこんなにね。ありがとうございます。そろそろさ、この何、お母さんとか皆さん聞き飽きた？あ、そんなことないよね。ありがとうございます、よろしくお願いします。さっきね、コーナーの名前間違えちゃってジングルあると思ったのなかったっていうね。頑張りましょう。聞いていただいたのは行場アスカミニアルバムからお母さんでした。それではこのコーナー行きたいと思います。キラキラライブレポート。3月はですね、私ですね、ライブの本数をすごい減らしたんですよ。で、今回すごいライブが少なくて、今月、本当にね、人と一緒にライブをしたのが多分3月の13日に行われた渋谷 TK バーぐらいで、その他はですね、フリーライブとあとは定期ワンマンライブっていう感じでね、本当本数少なかったんですけれども、今回は3月13日に行われた渋谷 TK バーの、様子を皆さんにレポートしたいと思います。今回行われた3月13日に行われたライブのタイトルはですね、行部の魚の字はどう書くの、行部アスカと愉快なお友達ボリューム3ということで、スターベイビーズさんというアーティストさんがですね、ツーマンライブで一緒にライブをしてくださいました。そして二人ともね、すごい優しくて面白くてすごくね、いい時間だったんですけれども、まず最初にスターベイビーズさんのステージがありました。もう二人すごいね、なんかロックででもかっこよくて可愛らしい声のボーカルエミさんと、すごいそこにこうハモリを入れる素敵な、あ、やばい、ちょっと待って、ギターの人の名前があんなにお世話になってるのに、よし、吉太郎さん
間違ってたらどうしよう これやばいよ結構 ちょっとどうしよう。まあとにかく太郎さん ね、ねギターとボーカルとね、すごい素敵なユニットでした。ロックテイストの曲調はですね、本当メインボーカルのエミさんのすごい可愛くてかっこいい声にぴったりの素敵なステージでした。そしてその後は主催私の行部アスカのステージ、行ちゃんストーリーは今回、まあ、40分ステージということで、まあいつもと違った曲も取り入れたりしつつ、行ちゃんストーリーをお届けしました。温かくてゆったりと、そして優しい歌を届けられたかなと思っています。若干ね、カミカミ具合が13日、結構カミカミ具合がね、ひどかったですけれども。まあでもね、それもライブの醍醐味ということで、楽しく歌わせていただきました。ありがとうございます。そして最後に、セッションを2曲やりました。1曲目はスターベイビーズさんの曲で、恋という曲。この曲はですね、池の中に泳ぐ魚の恋と恋愛の恋がかかっていて、なんかちょっとく暗いんだけど、でもなんかかっこよくて、なんかすごく不思議な魅力のある曲で、歌っててすごく楽しかったです。そして2曲目は行部アスカの空が大きすぎるから、みんなで一緒にね歌ってって言ったら、みんなも声を出して歌ってくださって、あの会場がね、みんなで仲良く仲良くなったかなと思います。本当にね、最後とってもハッピーな時間をみんなと一緒に作れて楽しかったです。小学生の感想文かって突っ込みたくなる私あの乗りつく ありがとう、ちょっと遅咲きの笑い声ありがとうございますはい、本当にね、ありがたいな。ちなみにですね、TK バーさんが、もうすぐね、4月で亡くなってしまうということで、今度、この企画の最終回が4月の6日月曜日に開催されます。今回はですね、ツーマンライブの対バンとして、この後の時間、ラジオ放送を担当している西浦さゆりちゃん、さゆりんこと西浦さゆりちゃんが、ツーマンライブで対バンしてくれます。すごい大好きなさゆりんがね、一緒にやってくれるので、もう絶対にライブは盛り上がること間違いなしです。ということでね、ぜひぜひ、あの皆さんも楽しみにお待ちいただければなと思います。さて、このあたり、このあたりでツイッターでも見てみようかなと思います。卒業。審査いつもありがとう。コメント書いてくれた。新一さんからですね、卒業といえば自分たちの時代は定番の蛍の光でした。行ちゃんの卒業式は何を歌いましたか？ちょっと歌ってなしっていうことなんですけれども、私はですね、やっぱあれでしたね、あの白い光の中に山並みは燃えて、みんな知らない？嘘。なんだっけ、あれ思い出せない、サビが。しかも、旅立ちの日に、タイトル、旅立ちの日にですね、多分。っていうのがね、多分今結構定番だと思いますね、今の時代。あと、最近はやっぱあれじゃないですか、うちの妹とかはアンジェラ・アキの、手紙。背景15の君へ。じゃあ、なんだっけ。もう全部うろ覚え。どうしよう、本当に。とかじゃないですかね。でも私の時はですね、小中高と全部旅立ちの日にを歌いましたね。ということでね、皆さんありがとうございます。今日はね、短いけどこんな感じ。ちなみに、私が3月いっぱいでね、卒業したいことはですね、引きこもりを卒業したいと思います。もうね、家から出なさすぎてね、もう紐の感がね、本当にちょっとそろそろちょっとねまずいぞということでそろそろ頑張りたいと思います。で、4月からはですね、今はね、ライブとかリハーサルがないとずっと家でパソコン作業してるんですよ。だから
4月からはもう1日1回は必ず外に出て太陽を浴びるっていうのをね、習慣にしたいなと思います。妹のね、自転車を勝手に乗ってどっかね、散歩しに来たらいいなと。これから暖かくなるし、いろんな歌のね、歌詞のこうインスピレーションとかもね、そこからどんどん受けれたらいいなと思っています。それでは最後じゃないや、このコーナー行ってみましょう。今日は噛み具合がすごいですね。明日は頑張りますということで、今日は第4金曜日、明日は第4土曜日ということで、毎月第4土曜日は定期ワンマンライブが開催されます。行部飛鳥の定期ワンマンライブ、路上来るならうちんち来い、うち来いライブ。毎月行われるこの定期公演は、ね、毎月やってるから明日は明日の隠し味が隠されていますということで、明日はですね、サポートメンバーがもう鍵盤を弾かせたらもうね、ピカイチのイガちゃん、そしてアコギにカジータとカホンのシュンくんが一緒にライブを盛り上げてくれます。今回もね、楽しみがたくさんあります。まず一つ目は、ギョーちゃんストーリーはもうこの流れに乗って卒業スペシャルということでね、どんなストーリーなのかぜひ楽しみにしていてください。そして2つ目は、ずっと封印していたダンスをですね、ちょびっとだけ解禁したいと思います。3つ目はもちろん定番のね、新曲コーナーです。そしてさらにね、明日は手作りのプレゼントも入場者全員の方にね、準備してあります。また、今回はですね、数量限定で発表を作りました。オリジナルの発表をね、制作しました。フォトブックにね、ハッピーにストラップなどなどね、また今までなかったグッズが物販に並びますので、お楽しみにしていてください。そしてもちろん歌も日々成長しております。頑張っています。サポートメンバーと一緒に、温かくて、そして心に届く歌を、届く歌を本当にね、頑張って明日のライブ2時間たっぷりとお届けしたいと思います。ぜひぜひ足をお運びください。明日3月28日土曜日、6時オープン、7時スタート、池袋ポルカドッツにて、チケットは3000円。そして、明日はですね、発表ご購入の方のためにですね、ぜひライブで来ていただきたいので、6時からオープンとともに物販もスタートしたいと思います。あ、皆様のご来場を心待ちにしております。そして、物販の売り上げの一部をですね、募金として寄付しています。その他にもですね、募金箱を別に用意していますので、ぜひ皆さんと一緒に、何かできたらいいなと思い始めた募金ですので、ご協力いただけましたら幸いです。ありがとうございます。それでは最後に、今後のライブスケジュールをお知らせします。今お話しした定期ワンマンライブ、明日ですね、6時ですオープン、7時スタートということで、池袋ポルカドッツにてお待ちしております。明日のテーマは祭り、そして卒業ということでね、ぜひぜひ楽しみにしていてください。4月たくさんライブがあります。銀座ミーヤカフェ、4月2日木曜日、そして4月4日土曜日、桜祭り町田小山田緑地にて、そして4月5日日曜日、マリナちゃんというね、アーティストさんと一緒にツーマンライブに参加します。こちらはですね、相模原、神奈川県相模原市にある、ソーシャルレジデンスというなんだシェアハウスでやらせていただきます。手作りシチューが食べれるということで、頑張って作ります。そして4月6日月曜日、渋谷 TK バー、行部の魚の字は同格の行部アスカと愉快なお友達ボリューム4最終回ということで、西浦さゆりちゃんとツーマンライブが開催されます。4月11日町田ミュージックパーク、12時からです。4月17日ひまわり広場で手をつなごう、そして4月25日土曜日定期ワンマンライブ、6月20日土曜日伊勢崎町クロスストリート、そして8月12日水曜日は行部飛鳥のバースデーワンマンライブ、イエーイ四ツ谷ライブインマジックにて開催されます。すごいとこにぜひぜひね、人が来てくれないとスカスカで寂しいので、たくさん来てくださるのをお待ちしています。と
ということで、すべてのライブ情報、詳しくは、行部アスカのブログをご覧ください。刑事の刑に部活の部、アスカ時代のアスカで検索してみてください。チケットのご予約は、gyo0ticket@gmail.com、gyo0ticket@gmail.com にて、受け付けております。それでは、次回の放送は4月24日金曜日6時半から7時です。行部アスカがお送りいたします。行部アスカのミニアルバムひまわりで、最後お別れしたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。シンガーソングライターの行部アスカでした。バイバーイ。